どうなるのかやってみようと思います。またくんね、また来ますね。火力の一つ交換ノート謎解きゲームや。どういうこと？謎解きゲームやと思って交換ノートが消える。あ、ええや、交換ノートを書いてください。家族の族違うし、火力って目つぶってて、もう元気ですか？覚えてますけど。え、脱出ゲームとかじゃなくて、これか、シャーペン。ペン、うん、はい。お絵描きたい。こんな感じ。知らない人と会話しないもんの人。カードしたい。えい！鬼退治。鬼退治です。探さないでくださいよって。変えたい人。汚い。もう切ろ。よいしょ。進まんねえこの人たち。好き。というわけでイエス。乳首指入れてるやつを聞いていこうと思います。探せ探せ。探さないでは探せ。俺は絶対に勝つ。鬼が誰かは知らんが、覚悟ではないか。エグ、めっちゃ濡れてる。なんか、いや、バーダーン。はい、2個すみません、家族に応援してほしい。色、2つあるんです。この色好き。今で続き取りすぎ。終わり。サイン書いとく、最後。えって、まあね、シアン解いて。今日は、おやすみなさい、うん、バイ。手術4回受けましたの、そのありゃばくない。人生泣き算だから。何これ、赤ペン入ってるわ。個別の指導先生入ってるわ。告白した後は何言ってくれるでしょうか。おはようございます。そう、ありました。だからさ、助けてって言って。ということで、はい、皆さん1週間、はい、日記を書いていたの覚えていますか？覚えてます。このあ、見た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 でしょ。これ家族で勝手に絵日記を置いたら、はい、誰が書いてくれるのか。ドン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 、交換日記でした。え、書かんでよかった。それは書いてくれる人がやっぱ優しい人だな。書いてくれへんやつはもうやっぱ社会的にも、社会的にも。みんなで見ていこうじゃないかと思うんですよ。一週間めっちゃ恥ずかしい。交換日記1週間家族のとこに置いたらどんなことを書いてるのか。実食。掲示板？掲示板的にいこうかな。掲示板なの？
お願いだから片付けしてください。書類はよ、早起きで宿題ないの。宿題はないと思われます。今日の日記。いや急に始めてるやつ俺。明日は晴れです。明日は晴れですか。できれば気温と温度、温度湿度、湿度も。今日の天気これ、こうさん晴れ情報、絵日記。これ鈴鹿、お母さん書いてくれたん。僕が書いた。これお母さん書いてくれた。これ誰。僕。明日、いやお前ちょちょえ、お前自分でやって自分で答え出してんの。だからこれは今日のやつやけど明日なんですかって。ほら今日の天気晴れ。じゃあ自分で自分でな答えてもいい。常に自分で答えてんねんけど。やつやん。明日と今日知ってる君。今日って意味か。な、明日の天気って書いてる人おるってことだよ。おるかな。来た。終わった。明日の天気は晴れのち曇り。洗濯物日和。洗濯物日和。誰もそれ聞いてない。まさに知らないおじさんに追いかけられた。いや違う、パワーワードすぎ。ホラー映像出てんねんけど大丈夫これ。鬼退治です。探さないで。誰？俺もカードしたい。でもカードしたい。お兄ちゃんの。カードしたい。なんで分からん。カードしたいから本当に。ポイントカード。ポイントカード。あれ。探しません。頑張ってください。え、探して。これ誰？これ何？ポイント頑張ってください。あ、これ人？巨人対人間やんけ。この大きくて静かにしよう。環境いいの。誰これ？環境いいの。俺は絶対に勝つ。鬼退治勝とうとしてると思う。これやな。一人中二病悪くない？僕は本当は17歳、そして YouTuber 俺は18超え。お前え、身長と年齢暴露してるやつだけやん。だもう一回書きます。いや書きます。プロフィールお前の。17歳というか、お前最近式やから毎日がアニバーサリー。男子高校生2年、17歳。今日の日記、朝8時50分、配達物を取りに玄関に。で玄関かん、こ開かなから急に漢字の分からない。なってんやんか。分からなくて教えてあ、教えてあげたんやん。電白のゲーム、電白で朝昼8時55分から12時50分までスマホで YouTube を見続けすぎやろお前。4時間とか4時間お前で、夜分からん。いや夜分からんって何かったん。時間があってお肉とご飯撮影。おお、その何、そのビュッフみたいな。そして寝る。幼稚園の一日やよ。プロフィール遅れたな思って。あ、そうやな。遅かった。遅いな、プロフィール。13時10に起きて。いや、なんか何やねん。マネされた。聴取していい？クシマン？いや、何これ。アトマン？いや、何これ。何食べたお前。手伝ってか。クシじゃないな。麻婆うどんとあってな。なんて書いてるの？麻婆うどん。麻婆うどん。ちゃうで、麻婆うどん。麻婆うどん。もう呼んでみる。麻婆うどん。ちゃうやん。合ってんで。え、合ってんで。だから。お前。違う。麻婆うどんや。お前なんて感じ。麻婆うどん。え、麻婆うどんじゃん。違う。麻婆うどんな。麻婆うどん。違う。麻婆うどんで書きたいの、お前麻婆うどんって書いてるよってやつじゃないの。あ、横線がないってこと。いや、よ、ま、ま、あーやな。なんで？え？ま？麻婆豆腐本。麻婆うどんはあ？ひらがな。いや、あっちゃった。ひら、え、麻婆うどんってひらがなどうやって書くの？まあや。まあ知ってる？ちょ、まあ知ってるよ。麻婆うどん。麻婆うどん。それが正解なんです。多すぎます。嫌いな字で、明日一番嫌いな字で書いてください。お願いします。クレーム入ったっすよ。PR 通称と母 JK ジャパニーズ系さんの稽古をしたので、ちょっと言葉をしましょうか。これ誰、これ。いつもありがとうございます。迷惑で笑い、なかなか一人前なんですね。これからもよろしく、大好きだよ。Thank you, I'm so happy and live。 いや急に外国人入ってきてる。急にありがとう。これからも迷惑かけると思うので、よろしくお願いします。かけないように心がけて。 I love you。 どちら様でしょうか。名前ねえし。終わりました。通称と片付けて、早く手伝って、丁寧にご挨拶、目を見て話す、家族の大切、仲良くなり、UB コンティニュー。今日今の子はええな、ノートもペンもすごくなってるし、これ書きやすい。いやいや、書きやすい。これ羨ましがってる。羨ましがってる。お母さん時代とかってこんなんじゃなかったの？髪質がもうちょっとやっぱ、あ、でも良くなってんねや。でも昔はもっとなんか違う感じやったんや。ついに和紙になるんちゃう。俺これ絶対理科にしとった。え、うせやん。あ、緑か。緑。え、俺これ英語にしてた。英語にしとった。え、黄色は。すごく。英語やった、絶対。英語か。英語ピンクやって。え、めっちゃかっこいい。おしゃれ。ウェーイってやったら。ってなった。
いや、ちゃんと勉強しよう。なうわーってやって、ってやって。ってやって。何それ。You Campus。テストも、家族もですね。あなたも、テストも、家族。You Can。どうい？なんかなんとなくわかったやろ。ツイッターでですね、キャンパスのノートのでキャンペーンが実施されております。イエーイ、わしのキャンパスがなったら、ツーショートの動画に飛べるようになってます。マジなってんの？やったよ。俺らやったらテストも家族もやって、そんな感じで〇〇も〇〇もで、キャンパスは夢も学びも、俺らはテストも家族も、まるまるも、まるもは何でしょう。テストも紙も。いやツイッターで投稿した人にはなんと抽選でなんかもらえるんですか。キャンペーンやってます。やったしまーす。ありがとうございます。詳しくは概要欄見てみてください。期間は3月18日から5月15日までやってますんで、ありがとうございます。たくさんね、応募してみてください。学校さんなんかどういう時にやりますか。〇〇も〇〇も言っちゃってください。ちょっと待って、あと1時間ほど考えさせて。長っ。一体なんでだろう。ですね、この家族ノートやってみたいなと思った方はチャンネル登録、高評価があったらしい。こう、そうさん、どういう時してほしいですか。使ってる方、お願いします。いや、ほとんど使ってんで。ついに何がある。何がある。何もない。なんかあるっしょ。